以前の動画でね、アメリカのハーバード大学法科大学院のマーク・ラムザイヤー教授がですね、この水平社運動とかね、解放同盟とかをもう真正面から批判する論文を出してるってことを紹介したんですけども、で、この論文、もちろんね、僕は裁判所に提出したんですね。で、まあ、どういう趣旨かっていうと、特に大事なのは、この論文っていうのがね、まあ、私が公開した全国部落調査をね、ベースとしておりまして、それを使っていろんな研究をしてるんですね。だから、その全国部落調査が差別目的にしか使えないよっていうのは全くもって間違いで、しっかりと学術的な価値があって、で、実際に学術論文を書くために使われてるってことを証明するために裁判所に提出したわけです。で、当然それについてね、解放同盟が非常に怒ってまして、解放同盟がですね、この全国部落調査の裁判についてのね、宣伝サイトを立ち上げてるんですけど、そこにね、最近こういうね、片岡小論文っていうのがね、載ってるんですね。片岡っていうのは解放同盟の副委員長の片岡さんのことなんですけども、このラムザイヤー理論の政治的背景、これ、このいわゆる片岡小論文、内容についてはね、実はほとんど、この解放同盟のね、お抱え学者の、受け売りみたいなことが書いてあるんですけども、ただね、これもね、一応ね、この片岡小論文っていうのもそれなりに研究対象として重要だと思うんですよ。なんでかっていうと、この解放同盟にとって、ラムザイヤー論文のどの部分が痛いのかっていうのがね、ちゃんとね、説明してあるんですね。どの部分が結局痛かったっていうと、一つ歴史的な事実の改ざん、江戸時代に得た否認と呼ばれる、川を舐めす仕事を行っていたことは全国各地の様々な古文書や資料から明らかであると。私の地元埼玉でも、なんとかかんとか書いてありますね。ラムザイヤー先生は、ほとんどの川田が動物の死骸の皮を剥いだことはなく、比較と域とは何の関係もなかったと。ほとんどの部落民は彼らの先祖を貧しい農民にたどるっていうふうに書いてる。これが、全く違うと。歴史の改ざんだっていうふうに言ってるんだけども、でもね、私の地元埼玉って言うけど、片岡さんってね、もともと兵庫県の出身ですからね。で、実際問題として本当にね、事実としてほとんどの川田が動物の死骸を吐いたことはないっていうのは本当です、これは。そんな、川とかね、そういう産業だけであれだけね、何十万何百万っていう人が生活できるわけないんです。いつもそればかし占領でやってたわけじゃなくて、やっぱりほとんどの得たというのは普通の農民みたいな仕事をしてた。あとは、農業以外の仕事ですね。土地をあまり必要としない仕事、竹細工とかそういうのをやってたっていうので、このあたりはラムザイヤーさん正解なんですよね。解放運動の冒涜、特徴は、ブラック解放同盟の運動をとことん愚弄し冒涜していることである。ラムザイヤーさんの主張は、このボルシシェビキグループは自らの政治活動を拡大するために全国水平社を作って、その後犯罪集団に乗っ取られたと。で、松本慈一郎は犯罪の暗黒街の代表っていうね、まあかなりね、ストレートな主張をしてるんですね、ラムザイヤー先生は。それについて、ね、怒ってる。あとね、解放同盟関係だとやっぱ狭山事件ですね。石川和夫は強盗殺人でかなり重要な役割を果たしたと。彼が少女を強姦殺害したギャンクの少なくとも一部であったことは疑いの余地はないっていうふうに言ってるんで、これについてもやっぱし怒ってますね。やっぱこのあたりも解放同盟が怒るポイントなんですね。で、三つ目のこの解放同盟が怒ってるポイントは、童話対策事業というものをね、ラムザイヤーさんが否定してることですね。童話事業が終わってから、むしろ部落からこういう暴力団がですね、出ていってですね、部落というものは住みやすい場所になっていったという、そういうことをラムザイヤーさんが言ってですね、この完全に童話事業というものを徹底的に否定してるんですよね。それに対する解放同盟の反論は、いや、童話事業特別訴訟を制定して、ちゃんとね、正当な手続きを経てやったわけだから、そんな、ゆすりだとかそういうものではないっていうことなんですよね。そして、さらには悪質な印象操作、全国部落調査を使って、いろいろ人口動態の調査をやってるんだけども、これをね、その暴力団と部落住民を結びつけるような、そういうようなね、恣意的な結果を出してると。そういうことで、怒ってる。まあ、特に全国部落調査を使ってる部分ですね。あとは、研究成果の無視と。ね、
部落問題に関する先行調査を無視して、あの都合のいいとこだけ、つまみ食いしていると。その国の補助金が若い部落民の男性に学校中退し部落にとどまり犯罪シンジケートに加わるように仕向けたっていうようなね、そういった書き方をしているんですね。で最後はもうあれです、差別だ差別だ黙れ黙れ、なんか安倍政権の戦略、ここでも安倍側とか出てきてますね。あとはこの辺りはもう片岡さんの、主張ですよね。ダムザイヤーさんの論文が全部が全部合ってるとは思わないですよね。この暴力団云々っていうのはね、やっぱ大阪とかあの辺りに当てはまる話だと思うんですね。で地方とか農村部に関しては、まあ全部が全部そうっていうわけでもないですしね。あと、ラムザイヤーさんの論文ってのは、やっぱりね、ちょっとね、論文だから気になってるのは、やっぱ市町村単位でしか検証してないっていうことですね。ラムザイヤー先生ね、でもその論文の中でね、そんな具体的な地名だとか、その個別の地域までは、そこまでの精度は必要ないみたいなことを書いてるんだけども、それは違うと思うんですね。やっぱり、個別の地域まで見ないと、その一つの市町村の中でのね、それぞれの部落の様相っていうのは全然違うっていうことがあるんですよね。であとはもう最近でもね、なんか部落っていうのはその地名に特徴があるとかそういう変なことを言う人がいるんだけども、そういうのはやっぱ個別の部落を実際見て地名とか調べないとね、それに対する反証とかもできないので、やっぱおかしな俗説が広まっていくというあたりに関してはね、ちゃんとね個別の地域を見ていかないといけないと思うんですね。あとやっぱ農村部と都市部っていうのはだいぶ違いがあるから、そのまずは個別の地域を見て、あと農村部と都市部っていうのはちゃんと分けて考えるっていうことあたりが、僕はちょっとそのあたりがラムザイヤーさんの論文からは欠けてるところかなと思うんで、あの実はラムザイヤー先生に僕メールしてみたんですよね。返事返ってきましたよ、うん、なんかあのまあなるほどみたいな、そういう感じでした。あの人なんかね、ちゃんと返事返してくれますね。あの送ったら、それはバンバンあんまし送ったらそんな向こうも忙しいから返してくれないと思うけども、一通二通送ってみたらね、あの返信してくれると思いますよ。だからね、これとこの片岡小論文っていうのもね、ちょっと見て、そのどの部分が解放同盟にとって痛いのかっていうところをこうね、把握した上で、あのラムザイヤー論文というものをね、見ていくと面白いんじゃないかと思います。ということで今日の啓発動画でした。